皆さんこんにちは、ラッキーです。今回のテーマはめんどくさいが吹っ飛ぶ裏技2選ということで、仕事、運動、整理整頓、掃除、筋トレ、ダイエット、読書に歯医者、何事もめんどくさい、やらなきゃと思うけどなかなかできない、そう思ってしまうのは怠慢でも行動力がないわけでもありません。人間としてごく自然な感情です。というのは、動物園の動物を見ると分かりやすいのですが、ライオンもゴリラもコアラも餌を食べている時以外ずっとエンドレスでダラダラしていますよね。脳はエネルギーを温存するためにダラダラすることは善、動くことは悪と考えます。なのでよっぽど休養がない限り脳はめんどくさいという感情を出し続ける、だから動けない。これは人間も同じ。めんどくさいという気持ちは動物に備わった大切な本能であり、ごくごく自然な感情なんですね。ところがわずか一部の人で、仕事も掃除も筋トレも楽しそうにやっている人がいます。涼しい顔をして猛烈な努力を続けている人もいます。一体何が違うのでしょうか？行動力の有無は生まれつきなのでしょうか？そうではないんです。行動力の違いは脳のからくりを知っているかどうか。このからくりを知るとめんどくささをぐっと減らせます。めんどくさいを楽しいに変えることも可能です。というわけで今回はめんどくさいが吹っ飛ぶ裏技を2つご紹介させていただきます。めんどくさがり屋さんには必見の内容になると思いますよ。というわけで早速行ってみましょう。めんどくさいが吹っ飛ぶ裏技、その1つ目はこちら。言葉で脳を騙す。脳にはとっても面白い性質があります。例えば目の前に坂があるときに、この坂の傾斜は何度でしょうかと尋ねると、疲れていない人は15度くらいと答えます。疲れている人は25度くらいと答えます。その差は10度。ちなみに高速道路の最大傾斜が約4度ですから、10度の差はすっごいですよね。で、何が言いたいのかというと、体のコンディションがいいときは目の前の困難が小さく見える、体のコンディションが悪いときは目の前の困難が巨大に見える。これを身体化された認知というのですが、私たちの脳はそういう錯覚を起こすようにできているんです。つまり今はコンディションがいいよと脳を騙せば、目の前の困難が小さく見える、めんどくささがぐっと減るというわけです。そんな都合のいい方法があるのかというと、あるんです。それが言葉。弱気の言葉を封印して強気の言葉を使う。めんどくさい、嫌だな、今日も仕事か、疲れた、やりたくないな、参ったな、もう嫌など弱気の言葉を言ったり思ったりすると、脳は今はコンディションが悪いんだと勘違いして、目の前の困難が現実以上に大きく見えます。めんどくささが増幅してしまいます。それとは逆に、一丁やるか、とっとと終わらせてやる、こんなのへっちゃら、まだまだいける、絶好調など強気の言葉を言ったり思ったりすると、脳は今はコンディションがいいんだと勘違いして、目の前の困難が小さく見えます。めんどくささをぐっと減らせるんです。たかが言葉でそんなに効果があるのと思われた方も見えるかもしれませんが、分かりやすい研究を一つご紹介すると、大学生の一流水泳選手と三流水泳選手、何が違うのか調べたところ、予想通り練習量が違いました。ではなぜ練習量が違うのか調べたところ、最大の原因はやっぱり言葉でした。一流の選手たちはまだいける、こんなの余裕など強気の言葉を使って脳を騙していました。だからきつい練習も乗り越えることができたんですね。一方三流の選手たちは、きつい、もう嫌だなど弱気の言葉を吐いていました。だから練習が現実以上に大きな困難に思えてきて、練習するのがめんどくさくなっちゃったんですね。元読売ジャイアンツの名選手、中畑清さんは、30代以上の方ならご存知だと思いますが、絶好調、絶好調が口癖でしたよね。中畑さんはこんなことを言っています。言葉の力は不思議なもので、絶好調と口にすると本当にそうなっていくんです。絶好調という言葉に出会っていなければ、今の私はなかったかもしれません。中畑さんも絶好調っていう強気の言葉を使って、目の前の困難を小さくするテクニックを使っていたから、一流の選手になれたのでしょうね。このように、めんどくささを減らすコツは、
強気の言葉を使って脳を騙すこと。仕事に行きたくないなという気持ちをぐっとこらえて、今日も絶好調、サクッと終わらせてこよう。片付けめんどくさいなっていう気持ちをぐっとこらえて、一丁やるか、とっとと終わらせてやる。強気の言葉を口癖にすれば、目の前のあらゆる困難が小さく感じますからね。これだけでめんどくささを随分減らせると思います。ただね、病院で絶好調ですって言うと、何しに来たのと言われちゃいますからね。お医者さんには正直に伝えてくださいね。というわけで、めんどくさいが吹っ飛ぶ裏技の2つ目はこちら。イフゼンプランニング。イフゼンプランニングは有名なので、ご存知の方も見えると思いますが、めんどくささを消す簡単かつ最強の方法だと思います。やり方は至ってシンプルで、 A したら B すると決める、もしくは A する前に B すると決める。例えば電車に乗ったら読書する、昼食前に歯医者の予約を入れる、何これ珍百景が終わったら皿を洗ってお風呂に入る。このようにいつ何をするかをあらかじめ決めておくのがイフゼンプランニング。とっても簡単なことですが、めんどくささを減らす劇的な効果があるんです。わかりやすいのがコロンビア大学の研究で、スポーツジムに通い始めた人たちを2つのグループに分けて、半数には月水金は仕事の前にジムに行くというようにイフゼンプランニングをしてもらいました。残りの半数は自由に通ってもらいました。それから数週間後、イフゼンプランニングをした人たちでジム通いをやめてしまった人はたったの 9%、 一方自由に通っていた人たちはなんと 61% もジム通いをやめていたんです。イフゼンプランニングをしていないとジムに行くのがめんどくさくなっちゃうんですね。なぜこんな現象が起きるのかというと、理由は簡単で、脳はイフゼンが大好きだからです。わかりやすいのが信号で、赤なら止まる、青なら進むというように、信号は完全なイフゼン。だから横断歩道の手前で止まるときも、青信号で進むときも、めんどくせえなんて思いませんよね。体が勝手に動きますよね。でもこれがもしも信号機も何もないところで、1分止まって歩き、2分止まってまた歩きとやっていたら、めちゃくちゃめんどくさいですよね。同じ行動でも、イフゼンになっていればめんどくささを感じにくくて、イフゼンになっていなければめんどくささを感じる。人間の脳はこういうシステムになっているんですね。だからイフゼンプランニングが効くんです。実は僕自身、超めんどくさがり屋な性格なので、イフゼンプランニングにはすごく助けられています。例えば確定申告の書類が届くと、以前はめんどくさいな、早くやらなくちゃ、いつやろうかなと、もやもや迷ってるうちに、気がつくと提出期限の3月15日ギリギリで、慌てて書いて提出するというのが毎年のパターンでした。でも3年くらい前からは、確定申告の書類が届いたら2月18日土曜日、昼飯を食べたら確定申告の書類を書くと付箋に書いて、パソコンにペタッと貼っておく。すると不思議なもので、めんどくさいと考える暇もなく、すんなりと終わらせることができるようになりました。ウォーキングもそうで、雨の日以外はウォーキングをするようにしているのですが、11時になったらウォーキングをして、帰りに買い物をして、帰ったら昼飯を食べるというのが今の生活パターン。これに決めてから、ウォーキングがめんどくさいなとか、買い物行きたくないなと思うことは一切なくなりました。というか、むしろ11時になるのが楽しみになっています。あと夜9時に歯磨きするとか、湯船に浸かったら瞑想するとか、そんな細かなこともイフゼンにしています。うちの近所に神社があるのですが、そのすぐ前に住んでいるおばあちゃんが、神社の木から落ちる枯葉を毎朝ほうきで掃いているんです。でも不思議なのが、落ち葉がほとんどない時期でも毎朝同じ時間に掃いている。これを見て、落ち葉が溜まってから掃除すればいいのに、めんどくさいことをしてるなと以前は思っていたんです。でも今ではこのおばあちゃんの気持ちがよくわかります。おそらくこのおばあちゃん、朝ごはんを食べたら皿を洗って、落ち葉を吐いたら朝ドラを見るという感じのイフゼンになっているんでしょうね。だからめんどくささを感じない。これがもしも、落ち葉が溜まってからまとめて掃除しようなんて考えていたら、そっちの方がよっぽどめんどくさい。多分このおばあちゃんはイフゼンのことを知らないと思いますが、イフゼンのパワーを体感的に知っているのでしょうね。ちょっと話が長くなってしまいましたが、イフゼンプランニングの劇的な効果をお分かりいただけたのではないでしょうか。
お風呂から出たらストレッチ。今日の会社帰りに車のオイル交換。明日の土曜日は朝食を食べたら庭の草むしり。めんどくさいことややり残していることなど、どんなことでも if then プランニングにしてあらかじめ決めておけば、めんどくささは想像以上に小さくなると思いますよ。というわけで今回のまとめです。めんどくさいという感情はエネルギーを温存するために備わった動物の本能ですが、現代社会の日本では何の役にも立たない本能です。このめんどくさいという無駄な感情を小さくするためのテクニックが今回ご紹介しました。この2つ、弱気の言葉を封印して強気の言葉を使うと、脳が今はコンディションがいいんだと勘違いして目の前の困難が小さく感じます。めんどくささがぐっと減ります。if then プランニングで A したら B するとあらかじめ決めておくだけで、びっくりするほどめんどくささが小さくなります。今回はめんどくさいを減らす裏技をご紹介しましたが、実はめんどくさいを減らす王道の方法もあります。それがこの3つ。運動か瞑想で脳の前頭葉を強くする、体力をつける、低 GI 食品を食べて血糖値を安定させる。この3つは最近の本を読むとそこら中に書いてあります。確かに効果はありそうです。でもね、いきなりこれらにチャレンジするのはやめた方がいい。というのは3つともめちゃくちゃめんどくさいからです。まず間違いなく途中で挫折します。ですのでね、まずは今回ご紹介しました裏技でめんどくささを小さくするコツをつかんで、それからこの3つにチャレンジしていく。そうすることで途中で挫折することはほとんどなくなるはずです。で、晴れてこの3つを自分のものにできれば、めんどくさいという感情がほとんどなくなるだけでなく、周りの人がびっくりするくらい行動力のある自分になれると思いますよ。というわけで今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様に感謝して終わりたいと思います。